ふう、暇だし何かゲームでもしようか。準備の歌が銀河で歌い継がれるようにするために私の公演を応援してね。わー、綺麗な宝石。でもこんなに素敵なプレゼント、どうして見ず知らずの私なんかにくれるの？それは美しい夢の中で誰かが貧しい思いをするところは見たくないからかな。あなた優しいのね。そういうことなら受け取っておくわ。ありがとう、初めましてのお兄さん。今度時間があったら私の歌を聴きに来てね。うん、きっと行くよ。ところでついでに教えてもらいたいんだけど、死にまつわる逸話って聞いたことないかな？死？それは怖い言葉ね。美しい夢には似つかわしくない。実は僕はタブロイド紙の記者で、今はピノコニーの怪談について調べてるんだ。君も知ってると思うけど、こういうのって怖ければ怖いほど注目されるだろう。だから何か知ってることがあるなら少し話を聞かせてほしいなって。ただの噂でよければ、死とは関係ないけど、現実のホテルではお客さんが眠ったまま起きなくなったことがあるらしいの。原因不明の昏睡だったみたいだけど、幸い最後は意識を取り戻したんだって。それはそうよね、だってファミリーがお客さんを守ってるんだから。ありがとう、今の話で十分だよ。シペのご加護がありますように。眠ったまま起きなくなった、夢の中で脳が死んだ時に現実の体で起こる反応に似てるな。後半の意識を取り戻したっていう言葉さえなければよかったのに。頭の中に何かあるような感じがする。調和の影響が出始めてるのか。準備の歌が銀河で歌いず、やれやれ、世の中は乱れ、人々の心も変わってしまった。お前さんは、ああ、わかったぞ。これは何かのいたずら番組だな。きっと向こうの建物にカメラを仕掛け、自分の前行を撮影しているんだろう。お前さんたち若者は朝から晩まで木をてらうことばかり考えている。それではダメだ。本当に面白いシーンとは心で作り出すものなのだから。面白いシーンならもうすぐ始まるよ、おじいさん。でもその前に少し聞きたいことがあるんだ。この夢ではどこで死を見つけられるか知ってるかい？これはこれは、また死を恐れない若者か。忠告しておくが、自分の考えが進んでいるとは思わないことだ。死、そんなテーマはとっくに廃れている。ドクターエドワードのところで買ったことがあるが、なんというか一点限りの高級な匿名寄付品だという割にはくだらない、ただのおふざけばかりだった。ひどい出来で、目がたくさんある怪物に腹を刺されるところから始まり、その後は高層ビルや明かりがぼんやりと見える以外、ただ世界がぐるぐる回っているだけで、思わず吐くかと思ったぞ。それだけ？他に何があるというんだ。ピノコニーの映画産業の実力には期待しない方がいい。あいつらはそういう作品を
前衛芸術と呼んでるんだぞ。笑えるだろう。そうだね、邪魔してごめん。いい一日よ。目がたくさんある怪物、あの記憶行きミームに似てるけど、高層ビルと明かりは死には何の関係もなさそうだ。多分噂で作り上げられたドリームバブルだろうな。頭の中の声が強くなってる。だんだん近づいてるみたいだな。言える。やっぱり俺は詩人になるべきだったんだ。ん？それをくれるのか。こんなところでお人よしに会えるとは思わなかったな。それとも俺を憐れんでるのか。まあいい、どうでもいい。スラーダさえあれば十分だ。それがこの無教の真理だろ。スラーダは飲みすぎない方がいい。体に良くないからね。おっと。お前の言う通りだ。だがその前にスラーダの悪魔に会ってみたい。スラーダの悪魔、その話詳しく聞かせてもらえるかな。いいぞ。ああ、それはな、首の太い辰の落とし子だ。あいつらが言うには、それは酔っ払いの前に現れるのが大好きだそうだ。特に道端で酔いつぶれてる、おお、バカ野郎の前にな。ああ、面白い。確かに面白いね。教えてくれてありがとう。ファミリーに入る前はみんなこうして苦しめられたのか。僕の脳を証拠として送りたくなるな。アミューズメントマシンを叩かないようお願いします。安全にはご注意ください。何か危険なことがありましたら、ハウンドがいつでも力になります。あなたは体調が優れないようですね。助けが必要でしたらホテルに連絡して強制的に覚醒させることもできますが。いや大丈夫、まだやるべきことが残ってるから。でもありがとう。わかりました。無理はしないでくださいね。何かありましたらいつでもハウンドにお声掛けください。ああ、実は聞きたいことがあるんだけど、ピノコニーで一番優秀なハウンドとして君は密航者と接触したことはある？密航者？ピノコニーに密航者なんているはずないじゃありませんか。どこでそんな話を聞いたんですか。そっか、わかった。じゃあお仕事頑張ってね。やっぱりファミリーはカンパニーに何も教えてくれないな。ってそんなの当たり前か。僕に何か用？ごめん、てっきり僕の後ろにある何かを見てるのかと思って。これは僕へのプレゼント？何かの間違いじゃないか？大した金額でもない、ささやかなものだけど受け取ってくれると嬉しいな。本当に？まさか僕が他の人からプレゼントをもらえるなんて。
僕の両親じゃなくてこの僕が。ありがとう、本当にありがとう。落ち着いて。実は君に少し聞きたいことがあるんだ。やっぱりか。何を知りたいんだい？僕の父さんのこと、それとも母さんのこと？え？どっちでもないけど、僕が聞きたいのは無教の中で死に関する話を聞いたことがあるかってことさ。へえ、君も僕の父さんと同じことを言うんだな。父さんも危険はどこにでもある、夢の中でも油断してはいけないって言ってた。父さんはオムニックだから夢に入る方法が有機生命体とは違うんだ。だから仮に危険なことがあっても無境の中では僕を守れない。守る？身の安全も父さんに守ってもらわないといけないなんて、僕は本当に父さんに遠く及ばないな。皮肉だ、本当になんて皮肉なんだ。そのもっと楽観的になってもいいんじゃないかな。瑠璃も針も照らせば光るっていうしさ。私と話がしたいんですか？お金を持っている人ほど夢の中で豪遊するものですが、あなたも体を覆う金箔を分け与える王子になって溶鉱炉で鉛の心臓を溶かしたいのですか？王子だなんてそれは持ち上げすぎだよ。僕はただこの宝石で君にあることを教えてもらいたいだけさ。君ほどのキャリアを持つ調査報道記者なら使徒も接触したことがあるんじゃないかと思ってね。あら、あなたも好奇心旺盛なんですね。実はそれは私が業界に入った時に一番やりたかったテーマなんです。でも局長からストップをかけられてしまって。その局長は何？理由は大したものじゃ。よく考えてみたらそれはスラーダの悪魔、夢の中の危険、悪夢の幽霊、やっぱりファミリーが約束した美しい夢の中では死が人々の興味をそそる話題であることは間違いない。ただ所詮はどれも噂話、あまり役に立ちそうなものはないな。そろそろバッグの中身が底をつきそうだ。最後の幸運な人に会ってみよう。何かサプライズがあるといいんだけど。花火が言ったことを覚えてる？君たちツガンニア人はマンホールの中にいるのがお似合いだって。あちこちこそこそ嗅ぎ回ってるみたいだけど、そんなに死の匂いが魅力的なの？クジャクちゃん君か。ロビンが死んだ後テレビに現れた代役は君だってことにもっと早く気づくべきだったよ、仮面の愚者。君、ファミリーに呪いをかけられたんでしょ？あんなあからさまのヒントをあげたのにな。口の聞けない人を仲間にしてみたらって、こんな簡単な言葉なのに。その結果はどう？君は失敗したどころか自分を犠牲にすることになった。
確かに口の聞けない人を仲間にするようにとは言ったけど、君自身が率先して口の聞けない人になれなんて言ってないのに。ほんと人の親切を無駄にするんだから。どういう意味だい？花火より君の方がよく分かってるんじゃない？歌えない小鳥が目の前で死んでいくのを黙って見てたのは誰？もちろん君だよね、クジャクちゃん。僕が聞いてるのは口の聞けない人になるの意味なんだけど。分かってて聞いてるでしょう。もうすぐ君も彼女と同じように永遠に口を聞けなくなるってことだよ。でもまあ花火としてはそれも悪いことじゃないんだけどね。だって僕が真実に触れようとしてるからだろ。ふーん、愚者、僕がこんなチャチなバッグを持って街中で安っぽい宝石を配ってたのはなんでだと思う？全部君に見せるためさ。僕がうろたえればうろたえるほど君を釣れる可能性が上がる。ずっと君を待ってたんだ。こんなに頑張ったんだから、ご褒美として答えを教えてくれてもいいんじゃないか？なんで花火が君を助けないといけないの？君はピノコニーを大混乱に陥らせたいんだろ？僕にはそれができる。ただ一つだけ確かめたいことがあるんだ。あの時君が僕に言った口を聞けない人っていうのは本当にロビンのことだったのか？もしいいやって言ったら？ありがとう。その言葉がこんなに親切に聞こえたのは初めてだ。なるほどね。花火君を見くびってたみたい。でもそれがどうしたっていうの？教えてあげる。口の聞けない人って定義に当てはまる人はもともと二人いたの。でもロビンは死んじゃって、もう一人はまだピノコニーにいるけど、多分もう君には見つけられないだ。愚者、今なら確信を持って言える。僕は最初から正しい道を進んでた。ちっとも間違ってなかったってね。今の僕に足りないものは二つだけ。一つは真実の裏にある意味、もう一つはそれを明らかにする方法だ。そっかそっか、よかった。また花火の大好きな向上っぷりを見せてくれる気になったんだね。でもそれって何も分かってないってことじゃないの？いや、これまでに見つけた様々な痕跡からそれが確実に存在することは証明できてる。それで十分だ。今挙げた2つの問題の答えについては17、あ、いや16システム時間あれば全てを明らかにできるだろう。16システム時間？本当に足りるの？それならもう少し君を焚きつけてあげようかな。はい、これあげる。これは花火のコレクションの相互保証破滅ボタン。花火も同じのを持ってるんだ。花火か君のどっちかがこれを押せば、もう一人はすぐにピノコニーもろとも爆発するの。もし君が本当にカンパニーをピノコニーに引き入れたくて我慢できなくなったら、ゲームテーブルそのものをひっくり返すのも一つの手だよ。最初からやり直せばいいんだから。カンパニーってそういうの得意でしょ？だからどうしようもなくなった時はそれを押して、
もちろん花火に連絡してくれてもいいけどね。花火の最後の気遣いだと思って。そんなに危険なのか。ファミリーは君の言葉を真に受けなかったんだね。そうじゃなければ君がこれを持ち込むこともなかっただろう。君は花火にはそれができるってことだけ知ってればいいの。残念だけど君の提案は断らせてもらう。君のおもちゃが本当に役に立つかどうかわからないし、僕は君の言う口の聞けない友人を探しに行くつもりもないからね。まあその人がまだピノコニーにいるって聞けたのは嬉しかったけど、後のことは自分でどうにかする。ファミリーの崩壊を祝うためのショーを用意するんだ。クライマックスでは高い壁が崩れ落ち、人々が目覚め、口の聞けない人も再び声を発することになる。その時が来たらボタンを押して盛大な花火で盛り上げてくれ。それじゃあまたね、愚者。この子に及んでまだそんな大口を叩けるなんて。でも約束だよ、絶対花火をがっかりさせないでよね。言ったか、商品コードもお守りになるのか。黙れ、発言を許可した覚えはないぞ、スガンニアのハイエナめ。あの黒いスーツの連中は多くを語らなかったからな。お前が一体どんな手段を使ってあの大虐殺を生き残ったのかは知らねえ。だが俺はお前が幸運だと思って買い取ることにした。今後お前とお前の運は俺の財産だ。わかったか。お前への最初の命令は至ってシンプルだ。俺はお前の他にも34人の奴隷を買った。そいつらとゲームをしろ。2日間生き延びることができればお前の力が本物だという証明になる。狂ってるな。はっ、ただの検品だ。購入費用が無駄になるのが怖くないのか。金なら有り余ってるからな、金髪小僧。半成形奴隷市場にはお前みたいな身の程知らずなクソガキは腐るほどいる。だがお前は見た目が悪くない。だから大勢の客がガリガリに痩せたお前にかけてるんだ。さあ行け、俺を失望させるなよ。いくら使った。ああ、なんだって。僕の価格さ、一体いくらで僕を買ったんだ。ふん、知りたいか。ええだろう、知りたいなら教えてやる。60タガンバだ。あんたと賭けをしたい。60の半分、30。もし僕が生きて戻れたら、それを僕にくれ。賭けるかい？俺と賭けをしたいだと？なかなか骨があるじゃねえか。だが悪いな、それはできねえ相談だ。奴隷、
自分の立場を忘れるな。お前にはテーブルにつく資格なんざないんだよ。お前はただのチップ、他人に握られて投げられるだけの命だ。さあ、主人のためにもっと多くのチップを持ち帰ってこい。それができないなら二度と帰ってくるな。オール・オア・ナッシング、俺の顔に泥を塗るんじゃねえぞ、ラッキーボーイ。ギャラガー、あんたが来るなんて珍しいね。か、シボン。私なら一日中暇してたよ。いらっしゃい。ようこそ、バーナイトメアへ。メニューには何でも載ってるけど、スラーダはないんだ。ここではあんなつまらない飲み物なんか置かない。あと、バーの中にあるものはどれも売り物じゃないの。ここで買えるのは喜びだけ。お客さんの心からの笑顔しか見たくないからね。何が飲みたい？すぐに用意するよ。見て、かっこいいお姉さん。セーバルと同じタイプだ。セーバルって誰？ぜひとも紹介してほしいね。あ、聞こえてた。あんまりそいつらをからかわないでくれ、シボン。お前の手を煩わせるまでもない。今日は俺が腕を振るおう。年を取ったから少しはリハビリしないと、かつてのなりわいを忘れちまいそうだ。飲み物の材料はどこに置いてある？それなら全部カウンターの下にあるよ。せっかく遠くからお客さんが来てくれたなら、今日はスペシャルドリンクを振る舞ってあげたら？ああ、そのつもりだ。お前らちょっと手伝ってくれないか。バーの中を探して好きな材料を持ってきてほしいんだ。事件の話をするなら長くなるだろうから、お前らに合ったカクテルを用意してやる。カスタムメイドでノンアルコールのな。バーの中？使える材料は全部カウンターにあるんじゃないの？ここは無境だよ、可愛いお嬢さん。あんたが望めばどんなものでも飲むことができる。安心、飢え、迷い、嫌気、どんなものでもあるの。うちのこと可愛いお嬢さんって言ってくれた。現実世界でもカクテルはただの酒と食材の融合じゃない。バーテンダーはカウンターの雰囲気を捉え、技術とストーリーをつなぎ合わせ、ちょっとした神秘と期待を加える。そうすることでお客さんと一緒にそれぞれの人生の味を作り出せるんだ。つまり何が飲めるかは運次第ってことだ。ま、あまり深く考えるな。迷いは楽しむ上での大敵だからな。ピノコニーのバーテンダー、特にギャラガーを甘く見ない方がいい。せっかくの機会だから。あれこれ言ったが、カクテル作りはお前が思うほど複雑じゃない。スパーの中を見て回っ、ああ探して。見て、このボトル、すっごい綺麗な液体が入ってるよ。ラベルにはスイートドリームシロップ超濃厚って書いてある。消費期限は書いてないみたいだけど、作られた日は半琥珀期前？こんなの人に飲ませたら大変なことになっちゃうんじゃ。そう言ってはいたけど、これはちょっと。私のコレクションのシロップが気に入ったの？大丈夫、ここは夢の中だから、お腹を壊したりはしない。ずっと置きっぱなしにしてたけど、味は保証するよ。
遠慮しないで持って行って。あんたたちみたいな可愛いお客さんをもてなすのにはちょうどいいからさ。じゃあとりあえず持っていこっか。これはカクテルに使えるかな。あれ、下にメモが挟まってる。大切なものとの交換が必要だって。何か出して交換しろってこと。でも何と交換すれば。っていうか誰に渡せばいいんだろう。交渉なるものにこそふさわしい。つまりこれを持って行っていいってことかな。普段からいいことしてると報われるんだね。ありがとう。結構集まったね。これで足りるかな。どいて、志望に用があるの。え、何の騒ぎ。アミーチ、言わなかったっけ。バーナイトメアが歓迎するのは心から飲み物を楽しみたいと思ってるお客さんだけ。悪いけどあんたの提案に興味はないの。でもあなたには才能がある。きっとみんなの注目を浴びれるわ。あなたはアイリスのステージに立つために生まれてきた人。こんな寂れた場所でくすぶってるべきじゃない。一緒に行きましょう。私たちならきっとピノコニーで最も注目されるスターになれる。無境の隅々まで光で照らすのよ。お願い、志望、あなたが必要なの。見ての通り今はお客さんの相手をしてるの。何度も同じことを言わせないで。わかった。首を縦に振らないなら私もどこにも行かないわ。炭酸入りの飲み物をちょうだい。甘いやつで氷をたくさん入れてね。ちょっと待ってなさい。どうしよう、あの人にカウンターを占領されたら事件について話せなくなっちゃう。さっき使ったクロックトリック、もう一度やってもらっていい。時間がないの、急いでちょうだい。うん、任せたからね。あなたがシボーンのお客さんね。何か用？一体どうして。見えた。私とシボンが一緒のステージに立つ瞬間が見えたわ。観客たちは拍手していて、歓声が大波みたいに押し寄せてくる。ゆったりとしたメロディーが響き渡り、カラフルな紙吹雪が肩に落ちる。辺りにはアイリスの香りが漂っていて、なんて甘美な光景なのかしら。この光景は何度も見てきた。夢の中だけど、いつも私を魅了する。だからこそ、何としても彼女をあの世界に連れ戻したいの。ねえ、乾杯しない？聞き上手な見知らぬお客さん。この、手の届かない夢の前祝いってことで。まだいなくなりそうにない。もう一回やってみるしかないかも。
体どうして？全部アイリス家のせいよ。アイリス家の人たちがシボンを追い詰めたから。彼女はここに隠れてモンスターバーを開くしかなくなった。何もかも策略と陰謀のせい。分かったかも。彼女はここを離れたくないんじゃなくて、ただあの卑怯者たちに会いたくないのね。私なら彼女のために道を用意してあげられる。彼女の力になってあげられる。帰ったら夢の主に手紙を書いてアイリス家の罪を告発するわ。そうすればシボンもきっと私に感謝するわよね。この一体どうして？おかしいと思うでしょ。私たちの人生は平行線をたどってるのに、それでも彼女を諦められずにいるなんて。私は臆病で弱虫で、光り輝く場所に憧れてるのに、スポットライトの下に立つ勇気がない。私には彼女の導きが必要なの。私だけじゃ何もできないから。あなたはシボーンの過去を知らないでしょう。彼女がどんなに輝いていたか。スーパースターがひしめくアイリス家でも彼女の才能はずば抜けてるのよ。分かってるわ。シボーンは私が彼女の名声を借りて売れたがってるって思ってることくらい。でも私はただ彼女をあの場所に戻してあげたいだけなの。あなたと話してたらなんだか落ち着かなくなってきた。いろんな思いが混ざり合ってキリしたような、泣きたいような。もしかしたらどこかで考え直すべきなのかもしれないわね。私にとってシボーンが何を意味するのかを。これは飲み物だよ。彼女に渡しておいて。私はもう行くわ。それじゃあね。アミーチは帰ったの？これが彼女のためでもあるんだよね。宴の夢は魅力的だけど、夢は夢であって現実じゃない。彼女の飲み物は私のおごりだから、そのお金はあんたたちが取っておいて。準備ができたらギャラガーのところに行きなさい。今頃うずうずしてると思うから。面白いものを持ってきたな。さあ選んでくれ。それぞれの飲み物には独特のフレーバーがあって、普通はベースとなる材料から第一印象と後味の余韻を決めるんだ。どの材料をベースにしたい？ピノコ20を探してもこれより甘ったるい飲み物は見つからないだろうな。だが今の夢追い人はこれが好きらしい。ベースを選んだら次は副材料だな。こいつはベースと不思議な化学反応を引き起こすんだ。主張しすぎるのはダメだが、忘れられない味覚体験をもたらすものである必要がある。どの材料を使いたい？美しい未来。この味は久しぶりだな。ずっと忘れられないことがある。ミハイルに連れられて無境の荒野を馬で疾走してた時、奥室の風の中にこの味が包まれていたんだ。あの時間は魂を揺さぶるようでありえないくらい美しかった。ミハイル？これでいいな。次は飾りを選んでくれ。
どんなスタイルが好きだ？ここには何でもあるぞ。道心園、お前が初心を忘れないように願おう。よし、完成だ。このエルドラドでお前に敬意を示そう、夢追い人。金色の美しい夢に乾杯。やるじゃないギャラガー、腕はなまってないみたいだね。お前ら満足してもらえたか？この味、スラーダよりずっと複雑だね。豊かな味わいで何重にも広がっていく、まさに傑作ね。特に副材料の扱いが素晴らしいわ。何か特別な風味が感じられる。辛くて酸っぱいけどほんのり甘い。これが何を意味するのかはわからないけど、ギャラガーは自分のコンセプトを説明してくれるのかしら？残念だが、もし深い答えを期待してるならがっかりすることになるぞ。それの持つイメージはとてもシンプルだ。それは美しい夢の本当の味、それ以上のものはない。この本当の味って、そのミハイルって人と関係があるの？聞いた名前だと思ったら、あんたがあの仮面の愚者の女の子に気絶させられた時、誰かがその名前をつぶやくのを聞いたんだよね。いろいろ知ってるみたいだな。やっぱり俺の目に狂いはなかったようだ。これで正直に話さない理由もなくなった。さあ、事件について話そう。もちろんそのミハイルに関する話もついでにな。結論から言おう。ファミリーが持っている手がかりによれば、そのホタルって女の子は地元の人間でも招待を受けてやってきた客でもない。つまり彼女は正真正銘の密航者だってことだ。俺も彼女に騙された。本当に年を取ったもんだな。だが宴の星では密航はそれほど珍しいことじゃないし、捜査も難しくはない。事件の後、ハウンドたちはすぐに行動を起こし、無教と現実世界の両方から追跡を開始した。ところが結果は、悪い知らせが一つ舞い込んできただけだった。しかもとんでもなく悩ましい知らせがな。その子は忽然と姿を消したんだ。夢の中には何の痕跡も残ってない。現実世界でも一向に体が見つからない。まるで最初からピノコニーに来ていなかったかのように。え、それってつまり、変わる？つまりあの子は本当に死んだわけじゃないって言いたいのか？おいおい、この事件の目撃者はお前自身だろう。はっきり言うが、彼女の状況はお前らは愚か、ハウンド家にとっても初めてのことなんだ。初めて？それはつまりピノコニーには確かに死が存在するってこと？見られた以上もう隠す必要もないな。街には華やかな一面もあれば、人には言えないような裏の面もあるってことだ。大人の世界のことは詳しく説明するまでもないだろう。この程度のことでファミリーに疑いをかけるのは単純すぎる。夢の中にも予期せぬ死はあるが、それがどうした？そんな極めて低い確率で起こる事件が影響するのはごく少数の人間に限られてる。本当にこの事件について詳しく調べたいなら、ファミリーの本当の困難を理解することだ。そこでさっきのミハイルの話につながるのね。鋭いな。請求列車もあのオルゴールを受け取ったんだろう。
中にどんな秘密が隠されてるか知ってるか。夢の中で不可能を見届け、ピノコニーの父、時計屋の遺産を探し出し、生命体はなぜ眠るのかという問いにお答えくださいというメッセージがあったわ。ふん、一文字も間違ってないな。ちょっと何笑って、まさかあんたが書いたの？なかなか文才あるんだね。俺は事件を捜査してる保安官だぞ。知らないわけがないだろう。お前らだってこのメッセージがファミリーから出されたものじゃないことに、もっと言えば両者の関係がそれほど良好ではないことに気づいてるんじゃないか。まだ推測の域を出ないけど、正直ピノコニーの父が実質的な管理者とそこまで折り合いが悪いだなんて信じがたいもの。そうか、なら教えてやろう。その推測は正しい。ファミリーはずっと前から時計屋を敵視していたが、彼は神出鬼没でハウンドたちもなかなか捕まえられずにいたんだ。あの人はまるで自分が作り上げた商業神話の中にしか存在しない人物かのようだった。そこでさらに聞きたい。時計屋は外の世界にそういう冗談めいた情報を流してあんたらを招き、ここを混乱させている。なぜファミリーがそれを容認しているのか考えたことはあるか？あんたたちはこの機会を利用して時計屋の尻尾をつかもうとしてるの？今ならなぜ大奥家が七死人の調査の協力を依頼しておきながらあんたらにいろいろと隠し事をしていたのかもわかるだろう。それは時計屋は夢の地の伝説なんかじゃなく、ピノコニーの分家史上最大の汚点であり、全ての無教の異変の発端だからだ。まだわからないか？俺が言いたいのは、ミハエル、ファミリーの裏切り者。彼こそが有名な時計屋なんだ。ほら、クラークフィルムランド。ピノコニーで一番人気の映画エンタメセンターだ。時計屋の話をするんじゃなかったの？資料室みたいなところにでも行くのかと思ったのに、なんでこんな場所に。町の文化ってのは歴史において最も信憑性のある注釈だ。お前からしたらここは遊び場かもしれないが、俺の目には監獄に見える。この星の過去を閉じ込めるためのな。ピノコニーが昔カンパニーの監獄生だったことは知ってるだろう。囚人たちはここに送られ、ガーデンオブリクレクションのために大ホールから漏れ出した屋室を回収していた。そして長期的に高濃度の屋室にさらされていた監獄ではある特殊な現象が生じた。無数の個体の夢が交錯して、人々は夢の中で出会い、現実世界のような生活を送るようになったんだ。だが何事にも代償はある。美しい夢も例外じゃない。結局無教も人々の現実世界での苦しみを解消することができずに、一人の囚人の導きによって辺境の監獄はカンパニーの鎖を断ち切り、自由のために戦い始めたのさ。彼こそがブラザーハヌだ。無教の町の兄貴分、平和の立役者にして弱き者の永遠の仲間。歴史とは常に勝者によって書かれるものだが、芸術的な編纂を除けばクロックボーイはピノコニーの歴史を背景として創作されたアニメだからな。これは紛れもない事実だ。このキャラクターたちは美しき夢の街の中だけじゃなく、遥か遠い過去にも生きていた。それが分かれば俺たちがどうしてここに来たのかも分かるだろう。この辺りはハウンド家の人がたくさんいるんだね。封鎖命令が出たばかりだからな。
あのサンデーが直々に下したらしいが、一体何をするつもりなのか。